こんにちは、速稼塾の久保です。今回もノックさんからですね、非常に興味深いデータ等ともに、お言葉をね、送っていただきました。動画になっておりました。で、この例の感染症に関しましては、いろんな説がありますけど、私は基本的にですね、3年とか5年経たないとわからないと思ってるんですよ。で、現時点でいろんな説がありますけども、あくまでもそう考える人がいる、いろんなデータがあるっていうことだけだと思うんですよ。例えば日本で感染者数が少ないじゃないかとかね、日本では重症化数が少ないじゃないかっていうふうな意見もあります。そうするとですね、じゃあアメリカやイタリアの例はどうなるんだってことになりますけども、アメリカはアメリカの例、イタリアはイタリアの例、日本は日本の例ということで、警戒することをやめろというわけではないんですけども、ただですね、やっぱり地域とか、それから風土、生活によって、それはね、現象は違うと思うんですよ。日本みたいに医療体制が整っていたりとか、普段から健康診断があったりとかね、そもそもそうですね、接触の頻度が海外に比べて低い、それから日本っていうのは他にも要素があると思いますけども、はっきりで分かんない要素もあるわけですよ。まだ確認されてない要素プラス、今回の動画のようにね、本当にそれってあるのって、フェイクウイルスじゃないのってみたいなこともあったりとか、はっきり言ってわけが分かりません。情報をね、すごく捉えて考えてらっしゃる方もいると思いますけども、私たちは専門家でもなければ、何ですかね、シャーレ一つ持ったことがないわけじゃないですか。それで、あっちこっちで検索したり、テレビや雑誌で読んでる情報で自分の頭で判断するって、このね、誤字情報、十字情報をもとにどう判断するかっていうのは、それ自由ですけども、そういうことが決まっているとか、こういうふうになっているっていうふうに思い込むのは非常に危険だと思うんですよ。だからといって繰り返しますけども、警戒を怠れたわけじゃないんですよ。たとえ風邪だろうが花粉症だろうが何であっても、自分に有害なものに対しては防御するのは、それは全然いいと思うんですよ。ただね、私が思うのは、防御を人に強要するのはどうかなと思うんですよ。例えば都市の機能を止めてみたりとかね、人の会社を名指しして閉店自粛しろとか言ってみたりとか、それはもうやりすぎなんですよ。やっぱりね、やるのもリスク、やらないのもリスクって言葉がありますけども、やっぱりその例の感染症をね、恐れないのも確かにリスクなんですよ。なんかのダメージを受けますから、それこそなんかわかんないですけどね。かといって恐れすぎるのもリスクなんですよ。で、それは年齢とか性別とか、お住まいのところとか、生活様式に対して全く違うんですよね。例えばね、田舎の過疎地でクラスター起きますか。で、そういう人たちまで毎日毎日ね、町内会活動もせずに、盆踊りもせずに、なんか人間らしい暮らしを放棄していいんでしょうかってこともありますし、都市部の方ではただでさえね、いろんな問題が起きるわけですよ。それこそ感染症がなくても、人がちょっとぶつかればね、なんか手に持ってた傘で刺すみたいなこともあるわけですよ。そう考えたら、やっぱり状況に応じて違う判断、違う考えをしていかなくちゃいけないのを、全国一律になんかね、エマージェンシー出すとか、 GoTo キャンペーンでやるとかね、そういうところがまずはね、ちょっとね、妙なんだろうなと思います。これは私の個人的な意見です。あと肝心なのは、社会がそうは言ってもね、どういうふうに動いてるかっていうところに合わせないといけないのも事実なんですよ。例えば今ね、私がね、大声で、スーパーに行ってマスクもせずにあちこちベタベタ触ったら、確かにね、気持ち悪がられます、ね、それはもう仕方がない。多くの人がそういうふうに今思い込んでるからなんですよ。ただ思い込んでるからといってそうではないとは言いません。本当にそうかもしれないんですよ。ですんで、この皆さんとね、同じ場所にいるときはマスクをしてつつましくした方が、皆さんに精神的にも迷惑をかけないかなと思ってますんで、私は外出するときにはきちんとマスクをかけてね、で、短時間で用事が済むようにはしています。でも心の中ではこんなことまでして、安全管理度が過ぎるんではないかなとも思ってます。ただ人間というのは矛盾を払うものです。東京の感染者の報告というのは100名だか200名だか分かりませんけども、1400万人いる中の100人200人気にすることはないと思います、はっきり言ってね。ただ GoTo キャンペーンによって、ある地区の方が他の地区に移動することによって、感染が1人だろうと2人だろうと広まることによって、その人の人権なり自由がやっぱり蝕まれることを恐れれば、やっぱり GoTo キャンペーンみたいなね、上っついた事業で移動してる場合ではないと思います。ただね、これはちょっと言葉が過ぎるかもしれませんけども、 GoTo キャンペーンっていう風な形で補助が出るんだったら旅行しようかなっていう風な、そういう風なね、方はおそらく旅先でもそんなに、衛生管理徹底してくれないんじゃないかなと思うんですよ。で、そもそも気をつけながらレジャーで旅行をする、楽しくないと思うんですよね。で、もしね、旅行をしたいんだったら、あんまり人がいないところに行くとかね、それこそ都心部とか、なんか3密が予想されるところに行くとかではなくて、それ世間体もあるんですよ。で、今回ね、何でしたっけね、新宿かどっかの劇団で、みんなが検査を受けたら陽性反応がないということで、
なんかステージを見てもらった、舞台を見てもらったっていう中で集団感染クラスターみたいなことを後で言われれば、あのフォーラミル行ったからそうなるんだっていうふうな後付けで責められるわけですよ、うん、でそれは多分、うん、すぐ終わるわけじゃなくてね、精神的な迫害は多分すごく長く続くんじゃないかなと思うんですよ。そういうこともありますんでね、本当集団心理っていうのは真実よりも恐ろしいわけなんですよね。私はそういうことを考えて、あの今ね、どうしようかなと思ってる時に、まあ私は普段から人にも会わないし出勤もないし何にもないんですよ。何にもないんで私も暮らし自体あまり変わらないんですけども、うん、ただねやっぱりそうも言ってられない、スーパーで働く方とかね、飲食店で苦労されてる方とか、それこそ JR ですとかね、医療に関わってる方、介護に関わってる方、本当に苦しい中でやってるなっていう時に、あのせめてねそういった、なんですかね、エッセンシャルワーカーと言われる方ですかね、そういう方に対してあの過度な、ね、非難をしない、いや過度どころか1ミリも非難してはいけないと思うんですよ。私たちの生命を守るために食品の流通にね、頑張ってくださったりとか物流を支えてくださったりとかしてるわけですよ。でそういうのはやっぱある意味ね、自分の代わりになって前線に立ってくれているという意識で称賛ことするね、汚いもの扱いすることはないと思うんですよね。まあ、これも人間の性なんで、する人がいるのはしょうがないなと思うんですけど、ただ私が言いたいのは、このね、感染症のことは警戒するのはいいと思うんですけども、警戒を強要しすぎるところまではないんじゃないかなと思いますよね。そしてもしかしたらこれが本当にね、そこまで恐れるものじゃないかもしれないんですよね。ただもっと恐れた方がいいものかもしれません。私もどっちか分かりません。どっちか分からない中で、間違いかもしれないけども現時点で、やることをやって、やらずに済むことはやらないっていうふうにねしているかなってことですよね。肝心なのは国の方針とかね、誰か有名人が言っていたとか医学者がそういうふうに話しているとかではなくて、自分の内側から決めることである程度情報を取ったら情報をね追い続けないことかなと思うんですよ。結局もう2点3点してますからね。専門家と言われる方たちが手に負えないわけですから、私たち普通の人がね分からなくても当たり前なんですよ。でもなぜか専門家がああでもないこうでもないっていうふうにいろんな仮説を立てる中で、なんで一般人の我々がこれはこういうふうに分かりましたってね言えるんだってことなんですよ。シャーレの一つでも持ったのかと、スポイトの一つでも掴んだのかと思いますけどもね。という形で、今回ノックさんの動画について、動画を通じてですね、感染症騒動について、全般について思うことを勝手に喋ってみました。すみませんでした。